川越の架け橋のコーナーです。ここからは、世界とこのラジオ川越をつないで近況を聞いていこうというコーナーで、この月曜日私の回ではカナダの沙織さんとつながってお話を伺っています。それでは早速お呼びしましょう。沙織さん、はい、おはようございます。おはようございます。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。最近どうですか、カナダの方は。カナダはね、暖冬みたいで、うん、暖かいですね。そうなんですね。2月って、うん、いつも日にちは短いのに天気がね、寒くって一番寒い月なので、こう暗くってドヨーンとしてるんですけど、今年はだいぶ天気が、お日様出て天気も良くって暖かい日が多いので、湖が凍らないぐらい、うん、みたいな感じで、いろんなところで。ただバンクーバーの方がすごい雪が降ったりとか、なんかやっぱりちょっと天気がおかしいですね。そうなんですね。何度ぐらいあるんですか、うん、今。今日はね、マイナス今1度ぐらい、マイナス1度なのでそれでもあったかいっていう表現になるんですね。そうですね、なんかマイナスに行かないともはやあったかいねっていうようになってきました。私もすごい、慣れってすごいですね、うん、そうですね。なるほど。こちらはもう10度、今日とかもね超えてきて、かなり、そしたらもうカナダの感覚でいうともう暑いぐらいになっちゃいますね。高いと思います。うん、羨ましいです。まあでもあともう1ヶ月しないで、うん、一応冬がね長いけど、うん、まあ、11月の末ぐらいから冬が始まって、3月末中旬か末ぐらい、うん、まあ、でが一応なんか冬って感じなので、はい、あともうちょっと先が見えてきたかなっていう、もう少しですね、うん、感じですね。なるほど。ここ最近の何か2月なんかトピックありますか。2月はまあね、バレンタインデーがあったから、うんうん、はい、私もすごいどうしても焼肉が食べたくて焼肉そっちで食べれるんですか。食べれますよ、牛角とかあるから、うん、あ、なるほど。うん、本当に日本のスタイルの焼肉が食べたくて、で今年ね平日だったから、週末にじゃあ焼肉行こうねって言って楽しみにしてたんですけど、木曜日の明け方に、はい、気持ち悪くて起きて、うん、でゲーゲーして、朝3時とかに目が覚めてね、でその日はしょうがなく仕事に行ったんです。もう頑張って行ったんだけど、行ったら、私ほらベビーシッターしてるから、はい、ベビーシッター先のママも全く同じ症状で、そう、それで朝から彼女もゲーゲーしてて、だけど彼女も仕事に行かなきゃいけなくて行ったんですけど、まあ、結局ベビーがずっとその週お腹下してて、うん、調子が悪かったのを多分もらったんじゃないかって言って、ウイルス性のね胃腸炎にかかって、もう生まれて初めてあんな思いしたの初めてで、そう、辛かったです本当に。で、まあ、仕事に行ったんだけど、うん、なんか全然子供に話しかけられもしないしいつも、ね、歌とか歌って楽しくやってるのに、そんなことも全くできなくて、でその日はたまたまおばあちゃんがね、はい、来てくれる日だったから、いつも夕方なんだけど、私が具合悪いってことで早めに来てくれたんです。そしたらもう顔見たらぐっと力が抜けて、おばあちゃんの顔見たらね、はい、やっと大人が一人来てくれたみたいな感じで、でブワーって熱が上がったのが分かって、なんか気張ってたんですね。そうそうそう、それまではね、一応ね、なんかいろいろしてあげられなくても、いつものようにはしてあげられなくても、バーバが来るまではなんとか怪我なくね、安全に過ごしてもらおうと、そう、いないといけないと思って頑張って、それでその日の夜ガーッと熱が出て、そしたらもうケロッと良くなって、1日で、だから1日で、そう、でママも同じこと言ってて、もう起きたら
治ってたっていうので、なんか何だったのかなっていう、まあ、ひどいやつじゃなくてよかったねって感じなんですけど、ぎゅっと1日に凝縮して焼肉は食べられず、ちょっとそうだから食べられなくて伸び伸びになってるんですけど、あ、まだ行けてないんですね。まだ行ってないの。そう、あら、じゃあバレンタインがちょっと1兆円の思い出で。そうそうそう、あのお花は買ってきてくれてもらったんですけど、そのディナーに行く予定がもうなくなっちゃったから、まあ、とりあえずまたいつかねタイミングがあったら、行ってきたいなと思ってるんですけど、ちょっとやばかったです。生まれて初めてあんな思いしたから。そうですか。辛かった。はい、まあそうですよね、何も食べても飲んでももうダメですね。子供にご飯あげるのにも、ごめん私は本当にもう食べ物 見たくないからって言って、横向いて、でもまあ1日でね回復したということ で、ね、まあ、不幸中の幸いというかね、うんうん、そうですね、まあ、確かにベビーのねあの面倒見てるとやっぱりどうしてもねそこはもう共有しちゃいますもんね。そうなんですよね。防ぎようもないですしね。そう、大変でした。そうですね、ぜひあの、はい、近いうちにホワイトデーまで、ホワイトデーっていう文化もあるんですよね。ホワイトデーはないかな。まあ、ないあ、じゃあ、まあ、別に期限なく、うん、期限ないですが、バレンタインの焼肉をどこかでね、うん、楽しまないとですね。はい、うん、なんかその焼肉屋さんもその飲食店もそうなんですけど、日本もそのカナダも一緒ですか、うん、なんか肉の感じとかも全然違うんですか。牛角って日本にもあるけど何か違いますか。そうですね、まあ、あの日本で食べるよりは多分金額的には高いと思います。うん、だけど味とかあとなんか日本人が働いてなくって、うん、韓国人とか中国人の人が働いたかな、私が行った手前に行った時にはね。そうなのでなんかもっとなんか日本のねお店だったら日本人がちょっと働いててほしいなってこうね、そうですよね、思って、オーダーも日本語でできたらいいのになって感じなんだけど、そこの店舗は違くって、でもまあ、うん、比べたらあれですけどそんなに欲しくないそうなんですか。やっぱね食べ物は日本が、うん、なんかあとお店って聞くとそのチップを払わなきゃいけないっていうイメージがあるんですけど、うんうん、日本のそのチェーン店でも同じなんですか。あ、そうですね、あの日系のお店でもあの韓国のお店でももう、あ、誰が経営していようと そこ食べに行った場合はもうそこでちゃんとチップを払うっていう、結構ねなんか日本人特に学生、まあ、学生お金がないからね、あの、まあ、仕方がないっていうのも一つ、それから日本にそういう文化がないっていうのもねあるので、あれなんだけど、まあ公認入りではってことでね、あの本当はやっぱりちゃんとそのそういう文化もあの勉強しに来てるっていうことで、あのきちっとしてほしいなって日本人としてね思うんだけど、なんかやっぱりね払わないでチップゼロで出ちゃうあの人たちがいるらしくって、それがちょっと話題になってて。そうなんですか。そうで、なんか日本人にはサーブしたくないみたいな、結局あの最低賃金っていうのは東京よりもちょっと高めなんですね、東京が調べたら1072円だけど、はいはい、トロントは1510円ぐらい、なので少し高いんだけど、はい、でも外食も高いし、あ、生活費がかなり高いので物価がね、はいはい、なので、まあ、その分高いって感じなんだけど、で最低賃金で働いてる人が多いんですね、サーバーの人たちって、うん、プラスチップで収入全て、ま、あの合わせたのが収入なので、はいはい、そのチップをもらえないってなるとその人たちに、まあ、お給料払ってないのと同じような感覚になるわけですよね。だからきちっとやっぱりそこはあの、まあ、強制でも義務でも法律でも何でもないんだけれども、うん、まあ北米の文化としてねそれがあるからきちっとそこはあの払っていくっていうのがやっぱりマナーだし、
あのルールなので、そこはなんかちゃんとお金がな、もうお金がなくて払いたくなかったらもう外に食いに行くなっていう、それぐらいなるほどなるほど、うん、もうそれ込みで考えてくださいってことですね。そうそう、飲食した場合のチップのその相場ってどれくらいなんですか？それもなんかどんどん上がっていってて、だいたい変動するんだなんかわかんない、あのマシンがあってね、こうピッピッピッって自分でカードを決済するのに、はい、そこで何パーセントって入れるんだけど、あの最近はなんか 18% 以上のボタンしかない、みたいな感じで、でも大体15ぐらいかな、でもっとよかった、あのいいサービスを受けたって、例えばすごい細かい話だけど、はい、ドレッシングをかけないで横に添えてくださいとかね、ハンバーガーのなんとか抜いてこれと変えてくださいとかっていうようなことを、オーダーした時にはなんかちょっとね、いろいろ言ったから、あの少し払おうかな、多めにね払おうかなとか、まあ、そうやってこう決めて、自分で決めていいんですけど、別にそれより以下でもいいんだけど、まあ基準としてはそれぐらいかなっていう感じで、15から上、そうですね、18かな。そうなんですね、これは勉強になりました。まあ、日本のねサービスと比べたら払いたくないなって思っちゃうね時もあるんだけど、でももうそれはそれ、日本で外国人が住んでてもね、なんか礼金とかさ、いろんなの払わないといけないじゃないですか。まあね、そうですね。それはもうルールとしてしょうがなくね、みんなやってるから、それと同じことかなってね。なるほど、思いますね。いや、これは大事な話ですね、やっぱり旅行に行った時になかなか悩みますし、こう 18% もいるみたいな気持ちになってちょっと気づいちゃったり。そうなんですよ、結構それだけでも結構な金額になるから。そうですね、なるほど、あの大変だけどね、そこはじゃあ心して、あのもう最初からそうですね、もうそういう文化だっていうことで計算に入れていかないといけないですね。そうですね、なるほど、ありがとうございました。今日もあっという間にお時間が来てしまいましたが、はい、沙織さん